マンチェスターユナイテッド1、2レスター、シティプレミアリーグ第36説、レスターして、に所属する19歳、DF ルーク、トーマスのボレーシとがすごい。強烈ボレーでマンチェスター、ナイテッドを撃破に貢献した。今シーズンのユ、イテッドの試合はダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料を試し実施中。 プレミアリーグ第36マンチェスターユナイテッド対レスターシティが現地時間11日に行われたアウェーのスターが2一の勝利を収めたこの結果によりマンチェスターシティの優勝が決定したレター19歳のプレミア初ゴールが生まれたのは豪開始10分だったマーク・オールブライトンのルに反応したユーリティ・レマンスがサイドからクロスを供給 ファーサイドにそう、混んできたトーマスが左足ダイレクトボレ、強烈なボールは右のサイドネットに突き刺した。レスターは右サイドでユナイテッド DF 陣崩すと左サイドバックのトーマスが左サイを爆走。ゴール前までトップスピードで走り、無とそのままクロスにダイレクトで合わせ、インサイドキックだったが鋭いクロスに言う、加わせボールの勢いはそのまま。 さらにこ、すも完璧でユナイテッド守護神、ダビドで、ヘアは何もできず、見送るしかできなかった。19の、プレミアリーグ初ゴールで先制したレスは、前半15分に同点に追いつかれるも、66分に、チ、グラルソユンクが、ドンピシャでヘディンを合わせ、レスターが勝ち越しに成功した。ミはこれで終了、レスターが2、1の勝利。勝利した、スターは、 暫定3位に浮上。来季の UEFA チャンピオンリーグ CL 出場へ大きく近づいた。先制ゴールをめた19歳のトーマスは、昨年7月16日に行われた作のプレミアリーグ第36節シェフィールドユ・イテッド戦でプロデビュー。デビュー戦でイナリアシストも記録した。さらに、 昨年10月29日の UEFA、ロッパリーグ、L グループリーグ第4節のブラ、戦でプロ初ゴールを記録している。プレミア、グ初ゴールの相手はユナイテッド。しかも、GK、ユナイテッドの守護神で、スペイン代表の名、デヘア。最高の相手、最高の GK からゴールを脱。さらに、来期の CL 出場へ大きく前進する勝利に、剣。この19歳は、 ただものじゃない動画漫遊撃破レター19歳 df のすごいボレーがこれだショープレイヤー参照元ダゾーン量